やばい忘れてた、サブちゃん撮る前にハイボール飲んじゃったよ。結構な量しかも。おはようございます。あ、飲みましたね。どうやって飲めました？僕は2本。あ、2本、その猫口で違う授業やってる人が2本。君も飲んでるし、僕もすいません、いただいちゃいました。まあこの時間まで君はずっと説教されてたすいませんどうですか？いや、まあちょっと頑張って成長します。今なんですかね、気づいた、ちゃんと自分の愚かさ。ダルビッシュが言ってたよ、練習は簡単に裏切るよ、頭を使いながら練習しよう。ちょっとしっかり映像も頑張ります。はい、ということで練習をしながら今日のコーディネートコーナー、はい、ちょっと映像の勉強今してまして、だいぶ来てますね。僕はいい感じに染みてますよ。何言ってるかちょっと分かんないですけど、はい、こういうちょっとふざけたものをちょっと置いといて、まずはこれですよ。あ、最近つけてますね。ペンドルトンのマスク。マスク、なんかすごい柄だよね。すごい柄ですね。結構なんか厚そうに見えるんですけど、なんかねタオル地みたいになってるんで、意外に、なんだろうね、呼吸とか、呼吸は全然しやすいんだけど、ちょっとあったかい。ああ、そうなんですね。だから外出て、なんていうの、夏場はマスクすごい嫌いだったんだけど、なんか冬は大体いつも僕マスクしてたんで、なんか普通のマスクよりもあったかくて冬っぽいくていいですね、はい、確かに冬っぽくていいです。コーディネートです。バルトロに、はい、上から上から、そうですね、ヘアバンドどこのだと思う、ね、かっこいいでしょ。僕分かっちゃったかもしれないです。どうぞ。ワークマン、セブンイレブン。あ、違う。セブンイレブンのヘアバンドめちゃくちゃいいんですよ。結構肉厚ですね。しかもなんか多分1000円しないと思います。で、まあ、バルトロかっこいいですね。今年初めて来ました。やっぱね、楽、まあ、一回来ちゃうとね、ダメだよね。あったかいですか。グッドオンのロンティーとカーハートのカゴパンツ、まあ、ダブル2になってるんで結構生地も厚くて、ちょっと洗濯したらね、めちゃくちゃゴワゴワしちゃったんですけど、だからちょっと履こうかな、うん、洗濯するとすっごい硬くなっちゃうんですよ、一回。だけどそこからまた履くと洗濯前よりも柔らかくなるんで、あー、ちゃんと履き込めば柔らかくなるんですね。で、足元はダナーとスノーピークのコラボのものですね。ホワイトコーデみたいな感じ、中はホワイトなんですけど、まあ、柄が主張が強いんで、ちょっとシンプルに合わせましたっていう感じです。なんかありますか？なんかありますか？まあ今日も撮影、朝から行ってきましたね。そうですね。どうでしたか、撮れ高の方は？餃子が美味しかったくらいですね。あ、餃子美味しかったですね。何でしたっけ、ホワイト餃子。ホワイト餃子初めて食べましたけど、たまたま近くにあったから行ったんですけど、餃子屋さんがすごい美味しくて、なんか僕昔は宇都宮に、はい、あのこの前のブーちゃんいるじゃん、はいはいはい、ブーちゃんと一緒に餃子を食べに行こうっていう旅をしたことがある。あ、宇都宮といえば餃子ですね。で、何軒か回ったんだけど、まあ、行ったところが悪いのか、そんな美味しいとこなくて、あれ、ただ単になんかハイボール飲んでもうゲロ寸前くらいまで泥酔して2人で電車で帰ってくるっていう旅でした。それいい思い出なのかどうかはちょっとよくわかんないですけど、はい、っていう感じで、まあ、ちょっと今マネージャー君の動画編集と動画撮影の修行中なんですけど、精神誠意頑張ってます。まあ、ちょっと頑張ってください。そうですね、頑張ります。僕が教えられることは少ないですが、努力です。そうですね、努力。皆さん、また次の動画で会いましょう。バイバイ。